私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は菊組さんにお邪魔させていただきました。今年度何回か菊組さんに入ったんですけど、久しぶりの菊組さんで、みんな元気かな、おはようって言ってくれるかなと思いながら、ドキドキしながらお部屋入ったんですけど、先生おはようって朝言ってくれて、あ、おはようって言って始まったんですけど、3分間マラソン元気タイムもすごく元気に行っていて、今日はあの折り紙でカタツムリの制作を行ったんですけど、最初は大丈夫かな、できるのかなって、やっぱ年少さんを見てた時があったので、できないできないって言うんじゃないかな、大丈夫かなって思ったんですけど、全然そんなこと言わないで、先生これで合ってるっていうふうにも言わないで、もう先生の話よーく聞いて、もう黙々と追ってて、あ、さすが年中さんだなっていうふうに思いました。お給食の時もやっぱりもういらないもういらないってすぐ言ってしまう子が多く見られたんですけど、年少さんが時は、で今日もう年中さんになってからもういらないともう全然言わないで、黙々頑張って食べて、なんかもう自分で食べきれないっていう時にもういらないっていう風に言ってて、本当に年少さんよりは食べる量がすごく増えたなって思った一日でした。菊組さんすごく元気で、私もすごい元気になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。